告知でございます。12月29日水曜日21時から1000人大会の方を開きたいと思います。敗北制限5で上位16名がトーナメント進出ということで、こちら賞金の方がですね、トーナメント1位の方5000円分のカード、2位の方に3000円分のカード、3位の方に2000円分のカード、1000人大会の方の賞金は4位に龍馬さんから1000円分の iTunes カード、11位にクランボンさんから1500円分のカード、50位にメイさんからの3000円分のカードで、73位にゲンさんから2000円分のカード、そして77位ナッカさんからスタバのギフトコードがランダムで1名様に2000円分のカード、でランダムに2名様にクラウドパス分のカードということで、賞金の協賛はこんな感じですね。でフレンドリンクの協賛がこちら見ていただければ分かる通りとても豪華です。まだまだね募集してるんですけども、今ある現在でこちらもう日本のトップ勢ばっかのね、もうやばい猛者ばっかのフレンドリンクがたくさん協賛していただいているので、本当に出るだけ得だと思うのでね、ぜひ、参加してみてください。詳しいのはね概要欄とツイッターの固定ツイートに貼ってあるんで、よければチェックお願いします。初期大吉、アミキシです。はい、ということで、今回も動画撮っていくんですけども、今回はね、まあ、3桁間近になってきたということで、ついにやっていきたいと思います。マルチですね。いやー、やっとですよ。やっとこの辺まで来れてる気がするわ。超長かった。てかさ、ちょっとトラゲー前、さすがにね、始めたんですけど、言うのさ、ずるくね？あのバグ、せこくない？なんか、面白くないわ、本当にあれ。バグっていうか仕様なんだろうけどさ、もう早く前のに戻してほしいですね。タゲ変わってなんかミリ残りでさ暴れるいうのが本当に良くない気がする。あれまあ仕様なんだったらしょうがないんだけど、てかもう慣れなきゃいけない感じではあるけどさ、結構長いことあれだからなんか納得いかない俺は。さあこれは、ああマジかよー、めんどっちいなそれ最悪ですね。これあのボムのね爆破でエレキ処理したかったんですけど、はみ出たんでね。ペッコかー。で、そう、なんかね、やっぱトロ体によってね、デッキ、いるデッキが違うみたいで、ペッコじゃねえな、これ。ナムか？そう、いるのデッキが違うみたいで、まあちょっと上がったら、あれですね、なんか、ボムタワーの方が相性いいようなデッキたちがね、流行り出してね、よく当たるようになったんでね、だからボムに変えてます。昨日の動画では、インフェでやってたと思うんですけど、まあ、インフェも強いんだけどさ。インフェはほんと、大型にだけ強いみたいな感じだから。大型が多いトロ体ではマジでね、おすすめなんですけど。そうじゃなかったらね。これ、湯の追加来るかな？あ、来ないなら、これでもう相手エレキ潰されたら終わりだと思う。よいしょ。エレキこっち来る。あー、だるいな、それ。これ多分ダッシュ来るよな。はい、オッケーオッケーオッケー。で、あーそっか、マザネクもいいのか。まあこれ逆サイですね。いやー、いい、優秀だなーそれは。よいしょ。でゴーストは許容かな。2発入るでしょ。ここですね。ダッシュが来ないのか。来ないんだ、マジか。なるほど。まあ、芋っちゃ痛いかな、これは。延命されたらだるいが、どうだ？されないんじゃない？オッケー。されないんじゃない？さあ、U の。うわ、来ない。なんだこれ。スペル5だしね。さあ、相手、イモイモの前ですね。イモイモで来てますね。ペッカ来るでしょ？ここ、マザネク舞台さ、されないようにしてほしい。オッケー。ああ、なるほどね。
え、待って、ターゲットが本当にさ、なんで、やばくね？やばくね？本当に。ビビるわ。そんな削られたら。さすがに焦るわ。このバルーンの位置おすすめです。これ5は当てづらいっていう、まあ、最強の位置なんで。で、バック入って GG ですね。危な。あそこ雪打ってよかったね。なんか許容、変に許容しようと思ったけど、ゴール内ミニ残りでやられたわ。あのダッシュしてる時にタゲも変わるからさ、やっぱり。すんごい削ってたね。なんかゴルナイのダッシュしてタゲ変わるっていうのは、まあギリさ、出たばっかのカードだし、チャンピオンっていうのもあるから、まあ必要なのかなって思えるんだけど、それと同時に言うのがね、それになってるのは理解できない。言うのレベル上げようかな。言うの使いたいですね。で、やっぱ人技系がね、人技系っていうか言うの入りのデッキがね、楽しいよね。強いし。人技っぽい、ムートとかも入ってる、枯渇とかも今だったらあるし。ああいうのがね、やっぱ強くて楽しいんだよね。これ一旦結構ケツに下げて、ボムのね、爆破で処理していきたいですね。これどうしよっかな。処理しに行くか。延命されるかな。うわ、なるほど。ペッカロイボク。珍しいな。珍しいってか初めて見たかも。うわ、だる。うわ、だる。いや、これミスったな。まあまあまあ、デッキは分かったんで、あとスペルか。スペル次第ですね。で、そうだ。え、これ逆サイ行ってんじゃね？そうだ、いよいよね。僕の大会が明日ということで。まあね、ぜひ参加してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。まあ、協賛マジで豪華だね。フレンド協賛がやばいことになってるから、もうほんと出るだけ得だと思うんでね。ぜひぜひお時間ある方は参加していただきたいです。まあ、詳しいことはまた明日ね、明日の朝あたりかな。ツイートするんですけど、これペッカかぶれる？かぶれ。オーケー、来た。どうせヘカ渋いな。オッケー、ちょっとでも対応取りたいっていうあれで。オッケー、一発入った。はい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 。で、ここは、まあこれで許容かな。マザネクかな。うん、で、目されるかなーって感じ。うわー、やべえ、やっちゃった。マジかマジかマジか。うわ、マジでミスった、これは。これガチやばい、これガチやばい。あ、待って待って、まずすぎ、まずすぎ、まずすぎ。あ、終わった。もう、出たよ、こういうミス。よくあるなー、マジで最近。いや、意外と耐えたな。あぶねー。いや、マジでやっちゃうよね、あのミス、最近。よくないんすよ。本当によくないんですよ。おでか、多いんよ。そんな頻繁にさ、起きるものじゃないんだけどな、あれって。さあ、いい防衛。逆さ行こう、ここは。オッケーオッケーオッケー。で、もう左はもう通んねえな、あれ。通んないんで、絶対。ここを気合で守りますか。いや、待って、マジか。マザネ感動するか、それ。いや、でも左許容でしょ？いや、これあるな。いやー、タレ戻ってきちゃったか。はい、僕、うわー、タレ戻ってきたの、いらねえなー、マジで。さあ、ユウの先生がだるい。で、ここペッカ蓋かな。オッケー、違う。それならマジアチを処理しに行きます。ここはなんで読まれるんだ。オッケーオッケーオッケー。まあでもこれさ、マジアチ当たれば
熱い。ファイム削りガチか。はい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 。なるほど。なるほど。ただ、それは、もう時間的に俺の勝ちですね。オッケー、危なかった。まあ、トルネワンチャン来る。怖いね。あ、待って待って、行った行った。おい、来た GG。よし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 、危ねえ。今何戦行ったっけ？もう、これ取り直しなんかわかんないんだけどさ、これ見ればいいかというか。9分か？多分2戦だな。まあ、でも終わるか。はい、ということで、まあ、74いけたということでね、終わりたいと思います。3桁はもうちょいですね。まあ、とりあえず、明日の大会ですね。はい。まあ、明日の午前中に多分またね、告知動画出すと思うんで、報告、告知か。うん。なので、ぜひそちらも見て、Twitter の方ですね、チェックぜひお願いします。はい、ってな感じで終わりたいと思います。明日、たくさんの参加お待ちしております。ということで、この動画が良かったらチャンネル登録と高評価、あとコメントお待ちしております。バイバイ。